どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は発達障害の子どもの勉強法という話をしていきます。ではいただいた相談内容から読んでいきます。中1の息子の勉強の仕方で親子とも悩んでいます。サッカーチームに所属し、勉強する時間が限られています。アスペルガーの気が少しあり、独自の考え方で、物事を判断する傾向にあります。本人はやったと思っている勉強も理解できていません。やる気、集中力、好きなものの知識はすごいのですが、声のかけ方、考え方に悩んでいます。声かけのポイントなど教えていただければありがたいですということですね。はい。まあ、お子さんが発達障害だと、やっぱりね、少し工夫して勉強サポートしていった方が、より成績が上がりやすくなるんですね。うん。なので今回はこのポイントをね、お話ししたいと思います。間違ったサポートしてしまうと、せっかくね、こう勉強にやる気が出ていてもそれがなくなったり、まあ、ひどい場合はね、お子さんの才能を潰してしまうとか、そういったことにもつながってしまうので、まあ、そうなる前にね、今日の内容をチェックしていただければと思います。はい。で、まず最初にですね、大前提として発達障害でもちゃんと成績は上がるので、それは大丈夫だよってことだけ伝えておきたいと思います。まあ、実際に僕が、まあ、教師時代にサポートした子も、やっぱ学習障害の子がいたんですね。うん。で、その子も普通に、まあ、最初はね、ほんとオール1に近い成績でしたけど、きちんとサポートしていったら、最終的にはオール2にね、成績上がって、普通のね、私立の高校に、合格することできましたし、まあ、それ以降ね、この仕事を始めてからも、もう発達障害、まあもちろん僕の場合はね、どちらかというと完全な発達障害というよりもグレーゾーンの子がやっぱ多いんですけど、まあそういった子たちのサポートたくさんしてきていますけど、まあ ADHD にしろ、ASD にしろ、LD にしろ、基本的に、きちんとね、ポイントを抑えてサポートしていけば皆さんね、成績上がっています。うん。じゃあ、どういうことがね、大事かっていうと、やっぱその子に合った特徴ですね。これをちゃんと抑えてサポートするってことが大事なんですね。まあ、例えば ADHD だと、やっぱり集中力が他の子と比べて短かったりするんですよ。なので、勉強を例えば細切れにするとかが結構、効果的だったりしますよね。あとは ASD の子だと、やっぱりね、好きなことはとことんやれるんだけど、嫌いなことはもう全くやりたくないみたいな子が結構多いんですよね。だったら、無理に嫌いなことからやらせず、最初はちょっと好きなところからやらせて、で、まあ、自信を持たせてから嫌いなこともやっていくって順番にした方がうまくいくことが多いんですね。で、LD の子だと、やっぱ読み書きとかね、特定の勉強が苦手だったりするんですよね。なので、そこはね、親が、例えば読みが苦手だったら、ちょっと、お父さんお母さん代わりに読んであげるとかね。こういうのはちょっとお子さんに合ったやりやすい方法で勉強をサポートしていくと、結構うまくいきます。で、今回の子はね、まあ、アスペルガーと書かれていたので、ASD タイプの子ってことになるんですけど、まあ、この子の場合ね、これ書かれているように、やっぱ独自の考え方でやりたがるっていうふうに書かれているんですよね。うん。まあ、つまり、こだわりが強いってことなんですよ。で、こういった子の場合、やっぱ無理にね、そのお子さんのやりたいとやっているやり方を変えようとしないっていうのがポイントです。これをやろうとすると、結果的にですね、反発して全くやらなくなったりしちゃうんですよね。なので、基本的にはその姿勢を見守りつつ、まあ、とはいえね、効率の悪いやり方だと成績が思ったように上がらないわけですよ。そうすると子供は悩みますよね。で、そういう時に、例えばこういうやり方でやってみるのはどうみたいな感じで、うまく助言してあげるとよかったりしますね。あとは、サッカーが好きってことなので、やっぱサッカーに関連する風にちょっと工夫して覚えていくと結構覚えやすかったりします。まあ、例えば、地理のね、地名とかを覚えるときに、まあ、サッカーチームが所属しているところとか、あとは、選手の出身地とかに関連して覚えていくと覚えやすかったりしますよね。うん。まあ、理科でなんかね、その物質とかの分野だったら、例えばサッカーボールとかね、芝生の素材とか、そういうのにうまく関連づけると結構やりやすかったりします。うん、興味を持ってくれたりしますね。で、あとは、サッカーで動機づけをするってことも結構おすすめで、まあ、サッカーが強い高校の試合とかを見に行けば、もうそこに入りたいっていう気持ちから結構勉強頑張れたりもするんですよね。うん。なので、こういうのが結構コツになります。で、あと、まあ、声かけのね、コツを教えてほしいってことだったので、まあ、これもいくつかちょっと触れておくと、まず、スペクトラムタイプの子って、やっぱし何かに物事に集中して、それを急に遮られたりすると、めちゃくちゃイラついたり、パニックになったりすることがあるんですよね。うん。なので、基本的に声をかけるとしたら、キリのついたタイミングで声かけた方がいいです。うん。まあ、例えば、子供がじゃあゲームしてる時にね、うん。ゲーム中にそろそろご飯だよとか言ったら、うるさいみたいな感じになっちゃうので、まあ、ちょっと、画面見てて、あ、そろそろ切りついたなと思ったタイミングで、あ、そろそろご飯食べるみたいな感じで声かけると、すんなり聞いてくれたりとかってありますよね。まあ、勉強とかだと、これも、
事前に予定を聞いておくとパニックにならずに済みます。宿題は何時からするってことを子供に聞いておいて、じゃあゲーム終わった7時からするって言ったら、あ、じゃあその時になったら声かけるねとかって言っておけば、7時に声かけても子供はパニックにならないんですよね。これを何も聞いてない段階でいきなり7時にそろそろやらなくていいのって言うと、今ゲームやってるじゃんみたいな感じで結構パニックになることがあるので、この辺もちょっと押さえておいてください。あとはもう好きなことを遮らないようにするっていうのも大事ですね。サッカー休んで勉強しなさいとかね、もうこれは絶対言ってはいけないですね。そうじゃなくて、やっぱサッカーのねに影響が出ない時間だと、いつぐらいの時間帯だったら勉強しやすそうみたいな風に声かけてあげれば、もう子供としてもね、自分のこのやりたいことを認めてくれているわけなので、親子関係の悪化にもならないですよね。こんなことをちょっと意識してやっていただくといいかなと思います。